小田有二は、戦国時代から江戸時代の日立国の土豪、武将。小田氏の一族で、小田七の長男、森寺の初任。神は、左京介。陽名は小太郎。郷は喜安。八田左近としても知られる。妻は、花芳貴神の娘。子に、豊臣秀頼の家臣となった吉春と、宇都宮溜明の養子となったと申し上げがいる。七の子だが、 諸子だったため、父が、北条氏康と同盟を結んだ際にその人質として、北条氏に出された。そこでそのまま家臣となり、次の氏顔の第二も使えている。天正十八年の北条氏滅亡後は、豊臣秀吉に、後秀寺に宣告で使える。帰郷と称して東国に出入りし、東国大名の同姓を秀吉に伝える、官庁としての行動もとっている。朝鮮出兵では、 船奉行として功があり、張馬国阿港及び伊勢国羽田で三千百国を与えられた。伊勢羽田港八村を発田と改名し、自身も祖先の姓である発田と改正した。秀だ事件の連座で海域となると、南を逃れて、ほとぼりが冷めるまで蓄点した。その後、堀尾義春の圧線で、慶長三年に徳川家康に廃越し、その後一時、 結城秀康に仕える。関ヶ原の戦いでは秀康に抜け駆けを進めたことが家康の激輪に触れ、秀康の越前天保に際して、やはり秀康に仕えていた弟、森寺がお出しとして着流に当たることからその家臣になるよう迫られ、結局結城家を退去するに至った。その後やはり、小田家や結城家の縁を頼りに松平定勝に仕えたが、歩道なくして父。 その後奈良で隠居の後、京都東山に移る際に出家して、帰案ト号した。慶長9年2月3日、京都で没したと伝えられる。57歳没。ありがとうございます。